ヤギ沼マヒ志向は日本の女子プロレスラー。福島県郡山市出身。身長158センチメートル、体重61キログラム。レブン観光のリングネームとしての活動でも知られる。私住み後、リングネームを広かと改め、メキシコマットで活動中。メキシコではボーイッシュなスタイルのルチャドーラの需要が少ないため、ショートだった髪を伸ばし、 フェミニンなスタイルでルーダーとして戦っている。ミサ光ミツハルに似ていたため、一時期ニックネームをミサワと付けられていたこともある。夫は CMLL で活躍するミゼットレスラー、ペケーニョ・ダミアン666。動物が好きでメキシコでペットショップ、ケンタを経営している。高校卒業後、動物写真家を志望し、上京、都内の専門学校に入学。 2002年9月18日、LLPW 北海道霊文島、レブン町総合体育館潮祭ドーム大会で、デビュー、クワタマリンに勝利。リングネームのレブン観光はこの、デビューの地、レブン島から取った。2006年6月10日、アレナメヒコでマルセラを下し、メキシコデビューから1年3ヶ月で、CMLL 世界女子王座を獲得。 10月13日にはレディアパッチェを紙切りマッチで下したものの12月25日の再戦に破れ王座から転落した2007年1月に久々に日本マットに登場し格闘日やムガワールドプロレスリングなどで試合を行うフルネルソンに捉えた相手の体を軽く抱え上げ自分が尻餅をつきつつ相手の体を前に倒しうつ伏せの状態で顔面を打ちつける ありがとうございます。